座ってるから見たら自己さんじゃん。そうそうそう、ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。51歳ですが、51歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチで走っていきます。山梨県のしびれ湖に来てます。ここに来た理由は先月10月にレイクビア100を走って、その疲れを取ろうということで、一緒に走ったメンバー中心にですね、キャンプに来ましたって言って、実は、ね、キャンプに来たんだけど、僕転泊する意識を家に忘れてきちゃうっていう、だから車中泊をしたんですけど、僕はねそんな一泊でした。見ての通りね、すごく静かな湖です。しびれ湖、紅葉もね始まっていて、今標高が 800m ぐらいあるのかな、少し肌寒い感じですね。一桁です。せっかく来たんで、この後ちょっとコーヒー飲んでからですね、山登ってこようかと思います。いい感じで葉っぱが色ついてるんで、天気がすごく良ければ見晴らしがいいところなんで、富士山も見えると思うんだけどね、どうかな。このしびれ湖ね、めっちゃ穏やかですよ。いい感じ。ガチオのランチャンネル。結構熱伝導率。あ、本当だ。あっち。あ、うめぇ。一応な、いや、あれしかないんだよ、だからズボンも。だから、汚したくなった。あのエリアで唯一だな、そっか。エリア唯一。気配気になって。ヒルガタケのヒルが丹沢のヒルではない。ここから奥行くわけだね。一応なしかないんだよな。歩きが早い、ついていけないです。それなくても朝一エンジンかかるまで時間かかるのに、あの3人は早い。紅葉が綺麗だ。今標高 900m、ちょっとです。1100まで行けば5年出るはず。暑い。ああ、もう着いたの、大畑山。いや、でも大畑山の山頂ではないんですよ。ああ、本当だ。ちょっと行ったところに山頂。多分これ大畑山何にも多分ないでしょうね。この感じは。いるな、こっち。大畑山は 240m 向こうですね。行こうか。ヒル行っちゃいますか。行きますか。正確だな。え、息上がってる。もうだって登り終わったから。次は200アップぐらいですね。
本当は何を意識してないですか、はい、アドバイスなし。小野さん早い。どうしたら早く歩けるのか分かんねえ。はあ、山梨薬名だ。最高だ。ヒルには見えない。ガですよ。そうガですよ。ガタケ。ガタケだけ。30分ぐらいですね。まだ焚き火を楽しんで。紅葉時だからやっと着き始めたぐらい。山梨百名山昼ヶ岳でした。ではこれから下山します。朝ごはんです。いやちょっと強烈な朝トレーニング、めっちゃね設置時間が短いで、あとパワーで上がってないですね。気をつけてよ。大事な体なんだから。せっかく来たから練習させてあげようよ。そう。スタート地点に帰ってきました。1時間、距離が 6.5 キロ、で離席標高が 500メーターってとこです。いや気持ちよかった。ちなみに今日のグッズは、今着てるのはこれ、レイクビアの3箇所、サロモンのジャケットとパタゴニアのロングキャプリーンのクールかな。で同じくパタゴニアのストライダープロ、下行って。モントレールのトリニティ AG ソックスがソクレールですね。で一応ニューハレのテーピングを巻き、グローブはRL のミノグローブライトかな。時計はガーミンの955を巻いています。そんな感じですね。であと今日は、ウエストバッグはこれラッシュキップをつけている感じで、最初に着ていたウィンドシェルはパタゴニアのフーリーです。木はね、あの焚き火の燃料いい感じのやつ見つけてきました。いいじゃない。おめでとうございました。どうですか、いいじゃないですか。みんな燃料を持って帰ってきました。素晴らしい。すげえ、マジっすか。めっちゃうまかったです。時々チーズ忘れてあるんで気をつけてください。手ぶれましたもん。いいな、好き？はい。うわ、ちょうどだよ。ちょうどですね。うまい。ああ、おいしい。おいしいです。うまい。ピーナッツサンドだ。はい。2本ぐらいかな。あったら多分、僕はそんな変わんないと思う。
一周湖の周りを回ってきました。とても、癒されました。この景色がね、さっきは結構ガッセだけど今はもう完全に、晴れてます。今行けばいい景色が見えるんじゃないかな。はい、とってもいいところですんで、ぜひね、興味がある方は来てみてはいかがでしょうか。今日走ったコースは僕のコメント欄のところにストラバのロゴを載せておきますので、よかったら参考になさってください。はい、今回はなんだって言われたら特別あまりこうないんですけど、こんな感じで楽しい動画を、ランニング系の動画をアップしていきます。レースレポートとかグッズ紹介とかいろいろと織り交ぜながら配信していきますので、走るモチベーションが上がる内容を目指していきますから、ぜひともチャンネル登録のよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとその励みになります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。談合坂のサミュテリアです。スタバで何か飲みます。ちょっと待って、あーねー、この次のキャリーが全盛期よりうまいじゃん。本当ですか。これは山の上の力ですよ、粘土層の、まあ食べてみてくださいびっくりするから。このブランド柿もまたただのブランドの柿じゃないからね。そうなんですね。